ジャパニーズそばヌードルつたの大西ゆきです。2012年1月に、東京巣鴨でオープンし、2019年12月に、代々木裏に移転しました。日本の食文化においてやっぱ出汁はすごい最も重要とされている部分がありますから、その出汁と旨味を生かす部分では醤油と塩は外せなかったんですよね。ですのでやっぱ醤油と塩のラーメンやっぱそれで表現したいっていうのを思ったんですよね。味を重ねていくとどんどん複雑化していって味がどん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 分かんなくなっていくのもあったので、そのソース類で、まあ、油のようにこう色を重ねていくような感じで味も重ねていくような感じを表現したんですよね。スープではできない。だから僕はラーメンはアートとして捉えてるんで、だから常に再構築と変化が必要だと思ってます。やっぱり小麦の引き立てっていうのは全然香りと味がまた違うんですよね。やっぱ甘みだったりとか、やっぱりそのラーメンってやっぱ日本の麺ってラーメンもそうですけど、まあそばうどんってあるじゃないですか。そういうのがやっぱり比べられるものがあって、ラーメンってどうしてもやっぱりスープが結構メインになったりするんですけど、やっぱ小麦のうまさっていうのは僕はとても信じている部分があるので、その中でやっぱり自家製粉にすることによってやっぱり香りと味が全然違うんですよね。これはもうそばに負けないぞって僕は思っちゃいますね。やっぱり僕も勉強してるんで、その中で気になった食材あったらすぐ調べますから、それやっぱ出てくるとやっぱ調べたくなるんで、そうなると自ずと僕もやっぱ成長してくるんで、ラーメンも成長しないとおかしいと思うんですよね。